ナンバーアンダーラインアイヌ前へようこそ魅力爆発メンバーの個性と才能に迫るザタイムで見せる素顔も必見ザタイムナンバーアンダーラインアイが作り出す温かいコミュニティに感動 TBS の朝の情報番組ザタイムは多くの視聴者にとって毎日の始まりを彩る大切な存在です特にその番組内で特集されるナンバーアンダーラインアイは ファンにとって大きな注目の的であり、その魅力が広く知られるようになっています。では、なぜこれほど多くの人々が、ナンバーアンダーライン愛に熱狂し、番組を楽しみにしているのでしょうか。それは単なるテレビ番組の一部ではなく、ファンとアーティストをつなげる特別な瞬間がそこに詰まっているからです。朝の時間帯に放送される、ザ・タイムは、忙しい日常の中で視聴者に癒しと元気を与える存在となっています。 その中で特に注目されるのが、タイムスケジュールで案内される、ナンバーアンダーライン愛のコーナーです。視聴者は、あらかじめ時間が発表されることで、自分のお気に入りのアーティストや特集を見逃すことなく楽しむことができます。これは、現代の視聴者にとって非常に重要なポイントであり、忙しいスケジュールの中でも安心して番組を楽しむことができるのです。例えば、9月24日。 火曜日の放送スケジュールが公開された際、多くのファンは、タイムスケジュールのお知らせ、ありがとうございますと感謝の声を寄せていました。これは単に番組を見るための情報を提供するだけでなく、視聴者と番組の間に信頼関係を築く重要な要素となっています。毎回時間の確認をしながら、自分が楽しみにしている、ナンバーアンダーライン愛を見逃さないようにスタンバイする姿勢は、 まさにファンとししてての一途な愛情を象徴していますますた、特に、ナンバーアンダーライン愛の魅力を際立たせているのは、その内容の多様性です。毎回異なるアーティストやテーマが取り上げられ、視聴者に新たな発見と驚きをもたらします。例えば、サザンオールスターズの特集が放送されると、彼らの名曲がどのようにして生まれたのか、またその曲に込められた思いや背景について知ることができます。 こうした情報は、単なる音楽の紹介にとどまらず、アーティスト自身の生き方や作品に対する情熱を深く理解する手助けとなり、ファンとしての理解と共感をさらに深めてくれます。視聴者の中には、朝の忙しい時間帯でも、ナンバーアンダーライン愛を見逃さないように、事前に時間を確保している方も多くいます。例えば、出勤前にナンバーアンダーライン愛見れます、といった声や、 推しを見逃さずに済みますといったコメントが SNS で飛び交う様子からもその人気ぶりがうかがえますこのような視聴者の熱意に応えるかのように番組側も生放送というリアルな形でファンとのコミュニケーションを図り日々の放送を通じて新鮮な情報を提供し続けていますまた注目すべき点はナンバーアンダーライン愛が単なる情報提供にとどまらずファンとアーティストの距離を縮める役割を果たしているということです 例えば、ある日の放送で、サザンオールスターズと共に紹介された豊福海王、豊福美桜さんについての特集が組まれた際、多くのファンは、私の推しと夫の推しが並んで紹介されています、と歓喜の声を上げていました。このように、アーティスト同士の共演や交流が生まれることで、視聴者にとっても新たなつながりや発見が生まれるのです。そして、ここで重要なのは、 視聴者自身も番組の一部となっているという感覚です。SNS を通じてリアルタイムで番組への感想や応援メッセージを投稿することで、視聴者は自分自身も、ザタイムの一員であるという意識を持つことができます。これは、単にテレビの前で受動的に見るだけでなく、自らの声を発信することで番組と共に成長していくという、まさに双方向のコミュニケーションが実現されている瞬間です。また、 ファンたちが、ナンバーアンダーライン愛の時間に合わせて日常生活を調整するという事例も少なくありません。例えば、家族と一緒に番組を見ながら朝食をとる、出勤前に必ず、ナンバーアンダーライン愛を見ることで一日のエネルギーをチャージするといったように、視聴者の日常に溶け込んでいる姿が見受けられます。このような行動は、視聴者自身が、「ザタイムをただのテレビ番組としてではなく、 生活の一部として受け入れていることを示しています。さらに、ナンバーアンダーライン愛は、ただのエンターテインメントの一部ではなく、日本の音楽シーンにおける新しいアーティストや楽曲を発見する場としても機能しています。特に、普段あまりメディアに出ないアーティストや、まだ知られていない新進気鋭のアーティストが登場することで、多くの視聴者にとって新たな音楽との出会いが生まれています。こうした出会いは、 その後の音楽業界全体にも大きな影響を与え、新たなムーブメントを生み出すきっかけとなっています。例えば、ナンバーアンダーラインアイで紹介されたアーティストが、後に SNS でバズを起こし、一気に全国的な人気を獲得するケースも増えています。視聴者がリアルタイムで番組を見ながらその感想を SNS に投稿することで、アーティストの魅力が瞬く間に広がり、多くの人々に届くという流れが出来上がっているのです。 これは、単にテレビ番組が情報を発信するだけでなく、視聴者自身がその情報を広げる役割を果たしていることを示しています。また、番組内でのエンターテインメント性に加えて、時には社会的なメッセージや、日常の中で感じる小さな幸せを共有する場としても、ナンバーアンダーライン愛は機能しています。視聴者にとって、その日の活力や元気をもらえる瞬間であり、 日々の忙しさの中で心を癒すための貴重な時間となっているのです。総じて言えば、ナンバーア No.1&I と THETIME は単なる朝の情報番組という枠を超えて、人々の日常に寄り添い、共に楽しむ場としての存在感を強くしています。それは視聴者にとって、一日のスタートを飾る欠かせない瞬間であり、またその瞬間が共有されることで新たなコミュニティが生まれるのです。このようにして、 番組と視聴者の間には、単なる情報のやり取りを超えた深い絆が形成されているのです。このような番組の在り方は、今後も多くの視聴者にとって大切な存在であり続けることでしょう。THETIME が持つ、ナンバーアンダーライン愛の魅力とその背後にあるファンとの絆は、これからも日本のエンターテインメントシーンに新たな風を吹き込んでいくに違いありません。そして、その瞬間瞬間が、 私たち一人一人の心に刻まれる特別な時間となっていくことでしょう。皆さん、おはようございます。ハレ TBS、THETIME の公式ツイッターもうチェックしましたか。9月24日、火曜日のタイムスケジュールが発表され、朝からワクワクが止まりません。なんと、あの国民的バンド、サザンオールスターズと、今話題沸騰中のアイドルグループナンバーアンダーライン愛が登場予定なんです。 朝からこんな豪華なラインナップが見られるなんて、まさに夢のようですよね。サザンオールスターズといえば、もはや説明不要のレジェンドですよね。長年、日本の音楽シーンを牽引し続け、世代を超えて愛される彼らの魅力は、一体どこにあるのでしょうか。一度聴いたら忘れられない、桑田佳祐さんの唯一無二の歌声と、心に響く歌詞の数々。そして、聴くだけで元気が湧いてくるような、 エネルギッシュなパフォーマンス。何度ライブに行っても、その度に新たな感動を与えてくれる彼らの魅力は、まさに底知れません。今回の「ザタイムでは、一体どんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみで仕方ありませんね。そして、もう一組の注目は、今まさに人気急上昇中のアイドルグループ、ナンバーア,ンダーライ,ンアイ。彼らの魅力は、何といってもメンバー一人一人の個性と、 そこから生まれるハーーモニー歌やダンスの実力はもちろんのこと、バラエティ番組で見せる飾らない姿も、多くの人の心をつかんで話しません。最近では、個々の活動も増え、ドラマや舞台で活躍するメンバーの姿も。今回の「THETIME,」では、一体どんなニュースを届けてくれるのでしょうか。もしかしたら、新曲の発表や、ライブ情報もあるかもしれませんね。 想像するだけでワクワクが止まりません。こうして見ると、9月24日、火曜日の、ザタイムは、見逃せない情報が盛りだくさん。朝は少し早起きして、サザンオールスターズとナンバーアンダーライン愛のパワーをもらって、一日を元気にスタートさせましょう。晴れ。番組公式 Twitter では、出演時間の詳細も発表されていますので、お見逃しなく。私も、 しっかりとアラームをセットして見逃さないように備えたいと思います。力こぶ炎を皆さんも一緒に「ザタイムで素敵な朝を迎えましょう。晴れ